今日が本当に戦術的な練習だったんですけど、すごく、強度の高いというか、はっきりしたサッカーというかそういう印象はあります。すごくいい選手が多いですし、僕にないものを持った選手がたくさんいるので、その競争っていうのは、すごく感じますし、そこに勝てるように頑張りたいなと思います。どのタイミングで出るかとか分かりませんが、しっかりいい準備をして、いいプレーができるように頑張りたいなと思います。